皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-2175JP、幽霊地震。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、SCP-2175JP の発生が観測された際、直ちに地震速報を発令してください。またフェーズ4終了時には、SCP-2175JPA の回収及び対象者へのクラス A記憶処理を行ってください。それ以外のクラス A記憶処理及びカバーストーリーの適用は、費用や効率の観点から、苦情や混乱が多く発生した場合に限られています。説明。SCP-2175JP は、2020年1月18日に初めて発生が観測され、以降日本国内で不定期に発生している地震です。SCP-2175JP が発生した際、揺れの感知や物体の振動は起こるものの、震度計などでは地震の発生が観測されません。そのため緊急地震速報の発令に遅れが生じ、これに伴う混乱が多く生じます。SCP-2175JP は、以下のフェーズ1から4を繰り返します。フェーズ4の終了後、数日の間隔を空けて再びフェーズ1から始まります。フェーズ1。1日ごとに震度1程度の地震が、各地方ごとに発生します。最短で1日、最長で8日間発生した後、フェーズ2に移行します。フェーズ2。1日ごとに震度2程度の地震が、フェーズ1が終了した地方に属する都道府県ごとに発生します。最短で1日、最長で9日間発生した後、フェーズ3に移行します。なお、北海道地方でフェーズ1が終了した場合、フェーズ2は発生せずフェーズ3に移行します。フェーズ3。1時間ごとに震度3程度の地震が、フェーズ2が終了した都道府県に属する市区町村ごとに発生します。最短で1時間、最長で8日間発生した後、フェーズ4に移行します。フェーズ4。10秒ごとに震度4程度の地震が、フェーズ3が終了した市区町村の住民ごとに発生します。この地震は、対象者を中心として半径50センチメートル内で起こります。数日続いて発生した後、SCP-2175JPA の出現とともにフェーズ4が終了します。以下は、各フェーズの終了時のツイッターの情報です。観測記録1。2020年1月18日、近畿地方で SCP-2175JP のフェーズ1が終了しました。以下は、SCP-2175JP に関する112,992件の SNS の投稿の一例です。ちょっと揺れた。あれ、揺れた。速報怖かったけど。観測記録に、2020年1月19日、京都府で SCP-2175JP のフェーズ2が終了しました。以下は、SCP-2175JP に関する23,446件の SNS の投稿の一例です。今日も地震か、最近多いな。アスクエイク。地震っぽいな。観測記録3。2020年1月23日、京都府宇治市で SCP-2175JP のフェーズ3が終了しました。以下は、SCP-2175JP に関する5871件の SNS の投稿の一例です。生放送してたらめっちゃ揺れた。地震でバイク倒れたんだが。俺も相場が、地震。観測記録42020年1月30日、SCP-2175JP のフェーズ4が終了しました。以下は、SCP-2175JP に関する SNS の投稿です。今日の地震マジででかかった。特定しました。え、は？ほい。2020年1月30日、Twitter アカウント、会場、YouTuber の所有者である会場哲彦氏の運営する YouTube にて、観測記録4に記した投稿の後、会場氏の付近に SCP-2175JP が出現した旨が報告されました。SCP-2175JPA は直ちに回収され、会場氏にはインタビューを行い記憶処理を施しました。SCP-2175JPA には、会場さんと付き合いますように、岡田ひな子、と書かれており、岡田氏は Twitter アカウント、ひなっち、の所有者であることが判明しました。岡田氏へのインタビューや2020年1月30日における Twitter のログイン履歴などから、岡田氏が上記の投稿を投稿していないことが結論付けられました。また岡田氏へのインタビューから、岡田氏が不明な時点から会場氏の住所情報を知識として有していたことも判明しています。SCP-2175JPA は、京都府京都市内にあった宮松神社で使用されていた絵馬と一致します。
宮松神社は2019年に発生した地震及び重度の経年劣化によって倒壊しましたが、絵馬及び絵馬掛け台は紛失しており現在も捜索が続けられています。以上です。いかがでしたでしょうか。それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。